はい、おはよう。おはよう。朝一番からジュン君はよしよしをされております。はい。あ、こちら側ではポンちゃんもよしよし中。はい。そしてケージの中では。シオン君、アンズちゃん、チャコちゃんが何かを訴えています。それは出してっていうことね。はい、はい、出るけれども、この人たちはよしよしされっぱなしでストレスを減らしています。ああ、ワンちゃん、チョコくん、ワンちゃん寝たんだよ。スリスリしただけなんだよね、本当はね。ワンちゃんってどうかもしれない。考えてみるとポンちゃんの方が、自分とジャン君とパパ、ママ以外が嫌いなんだよね。黙って耐えてるってことかな、君は。ジャン君はちょっと体調に出ちゃうんだけど。あ、アンズちゃん出てきちゃった。締め忘れちゃった。しょ、はい、戻りました。よいしょ。もう痛いよね、アンズちゃんだってね。アンズちゃんも出してもとは思うんだけど。まあね。もうちょっとだね。あの、本当に膝抱っこをもう一回チャレンジしよう。で、クロケンパパだとダメなんだけど、マオイママだったらできそうだから、 できたらちょっとずつ今ぐらいな感じで、開けといたら自分で戻るんだったら、今ちょっとだけね、1メーターだけ出た経験を積んだので、うん、はい、失礼しました。クロケンパパが締め忘れでした。そうだね。
掃除終わったよ。キャンプもそろそろご飯食べようね。これね、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、こっちね、はい、どうぞ、はい、ちゃんくん、よいしょ、そうだね、ちゃんくん、動きも結構軽やかになってきたね。あとはたくさんご飯を食べていいうんちしてください。いいですか？